松潤さん、いつもお疲れ様です。今回ですね、私大きな玉ねぎの歌でっていうのが、昔爆風スランプがねやってた曲があると思うんですけども、あの曲がね、なんかね、私思い出されて、もう一回今聴いてるんですよ。わ、結構いい曲だなと思いながら、当時ね、今の若い人には分かんないと思いますけども、これ文通をしていた相手の女の子と自分とのストーリーなんですよね。おそらく中学生ぐらいの思春期を迎えた初恋の男の子の物語なんじゃないかなと思うんですよ。で、今回この動画をね、松潤さんに送ったのは何かっていうと、歌詞をね、自分なりに解釈してみようっていうコーナーをね、私ちょっと考えたんですよ。で、もしどっかでね、することがあったらと思いまして、その第一弾として、この私のね、大きな玉ねぎの下でっていうのをね、松潤さんに送ってみようかなと思ったんです。もちろんこの曲ご存知だと思うんですけども、知らなかったらすみませんね。私が中学生の頃ですかね、非常に胸を打った曲なんですよ。当時私も結構文通してましてね。で、不可解なところがあったんですよ。なんでだろうと思うところが結構あったんで、それが今この50歳を前にしてね、多分こういうことなんじゃないかなっていうふうに、歌詞と歌詞の間に出てこないストーリーを補填しながら考えると、まあ想像ですけどもね、辻褄が合うなっていうところが、この大きな玉ねぎの下での楽しみ方かなと思ったんで、ちょっと聞いてください。まずね、ペイフレンドの2人の声はって書いてますけども、文通でお互い相思相愛になったってことが分かると思うんですよ。これは本当にね、そうだと思うんですよね。で、募るほどに悲しくなるのが宿命っていうのは、これは誰の気持ちかっていうと、もちろん男の子の気持ちもあるんですけども、相手のね、女性の気持ちでもあるんですよ。ここで私があえて女性っていうところをちょっと覚えておいてくださいね。女の子って言わずに女性っていうところですよ。で、また青いインクが涙でにじむって書いてるのは、青いインクって万年筆のことなんですよ。ボールペンじゃないですよね。でも中学生ぐらいで文通に万年筆を使うっていうのはちょっとね、なかなか考えにくいんで、多分これね、これも後でお話ししましょう。で、若すぎるから遠すぎるからっていうのは、若すぎるから遠すぎるからってどういうことかっていうとね、もうこの辺で話しちゃいましょうか。若すぎるってのは、相手の女性から見た男の子に対して若すぎるからってことだって私は解釈するんですよ。そうなんですよ。これね、実は文通をしてる相手の人ってのは、同級生の女の子じゃなくって、その女の子のお母さんなんじゃないかなと思うんですよね。そのお母さんが何らかのきっかけで、文通の相手をねすることになったんですよ。だから男の子から見て、女の子に手紙を送ってるつもりなんだけども、相手の女の子ってのはすでにお母さんに切り替わっていて、お母さんが中学生ぐらいの男の子に娘になり替わってね、代筆してるところなんじゃないかなと思うんですよ。だから一つこの何ですかね、青いインクが涙ににじむっていうのは、つまりお母さんが中学生ぐらいの男の子に自分の娘になり代わって手紙を送ってると、その返事を読むたんびにものすごく切ない思いがね伝わってきて、恋する気持ち、純粋な気持ちが伝わってきて涙が出ちゃうっていうふうな、これね、文通相手の涙なんじゃないかなと思うんですよね。で、募るほどに悲しくなるっていうのは、まさにね、お母さんもこの男の子に恋をしちゃってるんですよ。だから募るんだけども悲しいっていう、そういう感じですよね。で、若すぎるから遠すぎるからってどういうことかっていうと、このお母さんから見て男の子は若すぎるんですよ。若すぎるから、そして年齢差が遠すぎるから、だから会えないっていう気持ちがあるんですよね。会えないから会いたくなるっていう、こういう必然な気持ち、これ全部ね、男の子じゃなくて文通相手の女の子のお母さんの気持ちなんじゃないかなって補填していくと、この後の歌詞がね、全部辻褄が合うんですよ。っていうのがですね、定期入れの中のフォトグラフ、笑顔動かないってあるじゃないですか。ここはもうそのまま通っておけばいいと思うんですけども、前半の歌詞っていうのはね、男の子の気持ちをここから下を示してるんですよ。貯金箱を壊して、九段下の駅へ向かう坂道へってところね。で、相手の、女の子のお母さんにしてみたらですね、こうもう自分の気持ちを伝えられないし、もう愛しちゃってるんですよね。で、もしかしたら娘も愛しちゃっていたのかもしれません。でも、これがね、なかなか伝えられなくて、すごく切ないなっていう形で1番が終わってるんですよ。で、2番なんですけども、で、ペンフレンドの2人の恋、言葉だけが頼みの綱、要するにこれね、相思相愛なんですよね、本当にここは。で、おそらく私がこれ想像するに、娘さんは文通相手としてこの男の子を選んでた、主人公の男の子を選んだんですけども、もしかしたらね、これね、入院されていたか、不治の病でちょっとね、生死をさまよっていたんじゃないかなと思うんですよ。その中の心の拠り所として、男の子に手紙を送ることによって自分を励ましていてね、あ、チケットが送られてきた、よし、このチケット九段下の
日本武道館に行って、あのこの文通相手の男の子と会う時まで頑張るぞと思ったんだけど、途中でね亡くなってしまったんじゃないかなと思うんですよ。でそっからお母さんが手紙をずっとね、お母さん見てこういう手紙が来たのっていう風にお母さんと入院中話しながら、まるでね自分が娘になり変わったように、本当に良かったね良かったねっていう中で、男の子がものすごく期待を膨らましていて愛情を持っていたんで、娘がね亡くなったことをどうしても伝えられなくて、娘に代わって返事を書いていたんじゃないかなと思うんですよ。その返事を書く中でもう本当にお母さんも自分が娘になった気持ちでその男の子に恋をしちゃったっていうところではないかなと思うんですよ。でですね失礼しました。後半の方なんですけども、その男の子がね、全然彼女が来ない、で君の返事読み返して席を立つっていう歌詞がありますよね。で何度も何度もロビーに出たんだけども彼女はいないと、僕一人ぼっちだ、切ないなって涙が出てくる中で、この姿を見ていた会場に来ていたお母さんがその男の子を見ていたところが、ここの歌詞に出てるんじゃないかなと思うんですよ。で何度も何度もロビーに出てみたよと、君の姿を探してってあるじゃないですか。でもその君の姿っていうのはまさに写真の中の娘さん、もういなくなった娘さんを探してるんだけども、お母さんはそこにいたんですよ。いて何回もロビーに出てくるところをロビーに座っていてね、こうやって見ながらごめんなさいねごめんなさいねって気持ちでずっと待っていたのが、この歌詞に出てくるんじゃないかなと思います。何度もロビーに出てみた君の姿を探して、アナウンスの 声に弾かれて興奮が波のように広がる。この興奮が波のように広がるっていうのは、あの会場の興奮と自分の中の会えるのかな会えないかなっていう興奮が本当にこう重なってるんじゃないかなと思いますよね。で君がいないから僕だけ寂しくて君の返事読み返して席を立つってありますよね。でこういうところにもつながっているんじゃないかなと思いますよね。で最後にね、あのリフレインしているところなんですけども、アンコールの拍手の中飛び出した僕は一人涙を浮かべて、千鳥が淵月の水面を振り向けば澄んだ空に光る玉ねぎ、これは2回繰り返してるんですよ。1回目はこの男の子の気持ち、もう1回目はお母さんが同じ気持ちで見ていましたってことなんですよね。このアンコールの中、僕は涙を一人で浮かべてるってところ、お母さんが見て、あ、ごめんねっていう感じで見てるのかなと思いましたしね。でこれを機会にもう文通は終わってしまうっていうことなのかなというところですよね。で時計だけが波をず回るっていうのは、もうこれから時間がどんどん過ぎていくんだけども、だけどももう時計だけが何も言わずっていうのは、手紙も送ってこないからもう何も言わずに何も語ることがなく終わっていくのかなってところと、君のための席が冷たいっていうのは、武道館の席も冷たいんだけども、もうこれからのねやり取りもなくなっちゃって、ああ僕の初恋は終わったなっていうことと、どうしても娘の死を伝えられなかったお母さんの切なさと、私自身もこの男の子とねやり取りができなくなっちゃって、娘と一緒にこの恋心は行ってしまった、存在しなくなってしまうんだなっていうところを歌ってるんじゃないかなっていうふうにね解釈してみました。ということでね、やっぱこう曲って聴く人のシチュエーションとか経験とか知識によってもう様々な解釈が成り立つんですよね。だから多くの人の心を捉えると言ってもいいと思います。今回のこの、大きな玉ねぎの下でっていうのは、当時ねなんかよく分かんなかったけども、なんとなく胸が切ない、こう甘酸っぱいなっていう青春の頃の思春期の私の頃に刺さったのと、今一通り恋愛や結婚をしてみてね、人生を振り返る時にこの曲をもう一回聴いてみると、もしかしたらこういうことだったんじゃないかなっていうふうに補填するところが出てきてね、また別の楽しみ方が、そして味わい方が出てきたなと。それは取りもなさず、私が少年時代に分からなかったことが分かってしまった、その寂しさでもあるんですよね。分からないまんまの方がいろいろとね、なんでだろうなんでだろうっていうその苦悩がね、私の人生だったのかもしれませんけども、答えが出てしまって、少なくとも私なりに辻褄があった時点でこの曲とはさよならしなければならなくなるのかなと思うとですね、ちょっとね、寂しい気持ちがしますね。ということで、まあこんなコーナーもあるよってことでしたね。いや他の方はどんな解釈この曲に持たせてるのかなと思いますね。それでは失礼します。